水上隆夫君、デクランライソンステップアップどこ合いますか？合いますか？でもあれですよね、出られる頻度というか出番があるっていうと今だとチェルシーの感じがしますけどね。ボランチのところで言うとカンテがそんな出られなくて、コバチッチ、ジョルジーニョと、あとあれか、エンクンクもだってシャドウで使うでしょ、インサイドハーフとか。まあ433だったら枠3つあるし、ステップアップ言うとね、アーセナルとかそんなにお金出せないだろうしな。うん、本当なアンカーでね、うん、チェルシーか、スパーズもあれだもんな、ステップアップだもんね。うん。そうっすね、イングランド人の方がイングランド国内がいいからね。そのチェルシーじゃないですかね。アーセナルは仮に2人が、夏で補強するとなって厳選力に借りがないとすると、ムドリクとデクランライス、重要度的にどっち先に取るべきだと思いますか？いやー、ライス、ライスどうなんだろうね。ホームグローンとか気にしなきゃいけない状況なら取った方がいいけど、競合が多い中でね、100億とかかかんない、ライスだと。あと同じロンドンだから、ライス自体の生活は大丈夫かっていうね。サッカーやってる以外の時間の方が重要だからね。ライスロンドンに留まりたいんだ。あと、あとはね、そこでの生活ですよね。ライス一応契約2年切ってるから、あ、1億ユーロ超えない。ライスはね、結構監督がちゃんと合理的な哲学持ってる人のもとでやってほしいなと思いますよね。リズメでプレイできそうなんだけど、その、理を教えてくれる人には出会ってないって感じですもんね。